5分でわかる水彩画です。今日はこちらの絵を描きますよ。よろしければね、評価とチャンネル登録をお願いします。まずね、ぐるぐるっとこういうね、丸い形の連続で形を取ります。こんな感じですね。そしてちょっとお耳をつけて、腕のとこもこう、なんか小さい丸描くつもりですね。そして大好きなどんぐりを持ってます。はい。さあ、それで塗ってみましょうね。リスさん、尻尾とお腹のとこ、ちょっと白い毛ですね。ですから、尻尾とお腹のとこを除いた他は茶色のような色になってきます。さあ、ね、じゃあ少しずつ色を変えながら重ね塗りをしていきましょうね。リスさんの毛こうふわふわっとしてるんですね。特に尻尾は、それがね、大事なとこですから、今日はここで第一番目のね、ポイントになります。後ろを暗く塗って背景を暗く塗るんですね。そしてリスさんの尻尾の白い毛の表現をします。そして早くも二つ目のポイントですね。リスさんの体を描くときは、最初に形を取ったときの考えで、リスさんの体はみんなこう、丸々とした形をしてるんですよね。だから、色を塗りながらも、なんか、それぞれの部分をね、ちょっと丸っこいね、そういうイメージで、今足のところを描いてるでしょ？こんなに丸い感じ、背中も丸い感じ。ね。そのように塗っていきましょう。はい。今日は絵を可愛くするためにね、ここにキノコも描いてますよ。そして、今目の玉描きました。髪の白をハイライトね、残して作ってますね。さあ、少しずつ表情ができてきましたよ。こうですね。リスさんのお腹のね、日陰のとこはブルーやグリーンで塗ってます。さあ、ね、二つ目のポイントのとこ、体のいろいろな部分、今、頭のとこもそうなんですけども、なんか丸い形をね、意識して、そんな風にこう描いてみるということです。もう少し後ろも暗くしてみようかな。リスさんのね、こう、尻尾の形はっきり見えますもんね。で、リスさんの大好物のね、どんぐりです。はい。足のとこをちょっと描いて。ね、だいぶこうできてきたでしょ。リスさんって人間のお手手みたいに、もう物をちゃんと持てるんですよね。さあ、少しずつ少しずつ大きな形がね、体の各部分が丸い形に見えてきたら、少しずつ少しずつ細かいところに入っていきましょう。例えばこんな風ですね。さあ、あくまでも体が丸いな、ね、背中のとこも丸いし、腕のとこもちょっと丸いし、足のとこも丸いし、ね、丸い形。そして後ろを暗く塗ることで、白い尻尾の毛並みを表現する。今ちょっとこう足らなくなったかな。取りましたね。こうやって少しね、書き込みすぎて、色がね、暗くなったりしたら、一回こう水で洗って、ちり紙でポンと取りましょう。さあ、どうでしょう。リスさん、だんだん立体になってきましたよ。ね、この足のとこ丸々見えるでしょ。さあ、尻尾のとこもね、こんな感じです。どんぐりもしっかり持って。では、リスさんが今座っている枯れ木ですね。
枯れ木を描きましょう。その枯れ木のところに、ここにもキノコが生えてます。いいでしょ、これ。はい。少しずつ細胞をね、微調整して、どうかな。ねえ、こんな感じですよね。さあ、体がね、柔らかい毛で覆われてふっくらと丸く見えるといいですね。さあ、だいぶいいかな、これで。よしよし。ちょっとやりすぎたところをね、こうやって少し。はい、これで出来上がりです。はい、ね、リスさんが描き上がりました。可愛いですよね。本当に小さいんだけど、もう、ピュン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 ね、なんか活発にね、こう、動き回って、ね、木の上なんかスッスッスッと、もう歩き回って、なんとも言えない、可愛さがありますね。このリスさんを描くにあたって、二つ、ポイントをお話ししました。まず白いね、ふさふさっとした、ね、こう、尻尾のところに、こう、毛があるんですよね。あれ特徴ですね。そういうなんか、こうね、ふさふさとして、こう白っぽいものを描くときは、背景を塗りながら、背景の方から塗って、その白い毛のふさふさ感を、まあ、残すようにして表現するということが一つ目でした。それから、もう一つ、まあこれもふさふさした毛並みのものを描くときなんですけども、リスさんもね、こう、体がこう、丸く見えましたよね。例えば、こう、人間と足って言うとね、こうやってこう、まあ棒のようになってるんですけど、リスさんね、こう、ちょっと曲げて座ってるとき、なんか、足のとここう、こう、丸く見えませんでした？ね、背中のとこもこうやって丸かったですよね。そういう特徴を掴んで描く。これが二つ目のポイントです。はい。ね、こう、かわいい動物。やっぱり夢がありますね。ぜひ、あなたもね、よければ、ね、書いてみてください。はい。ということで、柴崎は、ご存知のように、メンバーシップをやっております。ま、たくさんね、様々な、ま、特典が用意されてます。例えばゴールドとシルバーのね、メンバーの方は、月に2回、ライブ配信。つい、昨日もやったんですけどね、とっても楽しいですよ。まあ、いろいろな話題ね、柴崎が。まあ、今のところはね、まあ、昔からね、いろいろな有名な作家の、そのお話とかですね、その作品から紐解いた絵作りの話とか、そんなことも話したりしてます。ね、ご興味がありましたら、ぜひ、あなたもご参加いかがですか？お待ちしてます。はい。ということで、今回は、かわいい、ふっくらとしたリスさんを描きました。また、すぐにお会いしましょうね。はい。最後までご覧くださってね、本当にありがとうございました。それではまたね。